何が絶対不可能だ。そんなことあるもんか。魔人ズハンドは必ず完成させてやる。魔人ズハンド。希望先輩。ほらほら、俺たちも練習だ。座ってたって点は取れないぞ。それはそうでやんすが、相手が相手ですからね。だから練習するんだろ。エド君、来るな。諦めるものか。何が何でも完成させるんだ。エド君、監督。合宿やろうぜ。合宿？ああ、学校に泊まってみんなで飯でも作ってな。え？許可は私が取っておきました。合宿か。そういえば俺たち合宿なんかしたことなかったもんな。学校に泊まれるなんてなんか楽しそうでやんすね。待ってください、監督。飯でも作るってそんなのんきなこと言ってる場合じゃ。ゼウスとの試合はあさってなんですよ。それまでに魔人ザハンドを完成させないと。できるのか。今の練習で必殺技を完成させることが。だからそれはやってみないと。無理だ。無理。魔人ザハンドは大輔さんが血の滲むような努力で作り上げた幻の必殺技。闇雲に練習して完成するほど甘い技ではない。それに今のお前は必殺技のことで頭が凝り固まっている。そんな状態で完成させることは不可能だ。確かに一度魔人ザハンドのことを忘れてみるのもいいかもしれないな。俺も賛成だな。アメリカでも言うしさ、ゴキブリを取るとき以外は急ぐなって。ゴキブリ？それって飲みを取るとき以外は急ぐなじゃなかった？そうとも言うよね。それじゃあ合宿ということで決まりね。みんな用意をして5時に集合だ。はーい。合宿？みんなで飯でも作るんだってさ。パンツ洗ってたかしら。あ、そんな汚い服で部屋に行ったら。今お風呂沸かすから入りなさい。聞いてるの、守る。あら、よっぽど疲れてたのね。お兄ちゃん。気のせいか。なんだこれ。だって合宿なんでしょ。だからってこんな真ん中に名前書かなくても。ダメよ、壁山くんとかのと間違えたら。え、壁山と。間違うわけないだろ。合宿か。監督も何考えてんだか。ほら遠藤、遅刻だぞ。走らんか。え、はい。姿先生、なんで先生が。生活指導として合宿の付き添いを頼まれてな。さあ行った行った、もうみんな来てるぞ。な、あ、
んじゃないのよ。やったでやるな。でな。お前らな。ごめんなさい。ほら待て。ほら。だから言ったの。シシド、お前枕なんて持ってきたのか。あれ、これがないと寝られないんです。ほら、触ってみてくださいよ。最近流行りの低反発枕。低反発？お、なんかいい感じじゃん。寝る時用の限定品なんだ。ワンダバダバダバキュッピー。お前ら、何しに来たんだ。すごい、ゴエンジ先輩って料理もできるんですね。よく妹に作ってやってたからな。ダメですよ先輩、ちゃんと株落とさなきゃ。じゃないと煮崩れするんですから。いいだろう別に。ダメです、いくら先輩でもそれだけは譲れません。しみるでやんす。やっぱりそれやると涙とか出ないでやんすかね。まあな。ほら、あ、いつものみんなに戻ってきましたね。うん。でも肝心の遠藤くんがあれじゃ。うん。ここがポイント、あとはへそと尻。ああ、もうどうすらできんだよ。私だ。手配はすべて完了いたしました。ご苦労。なんだよさっきから。だからトイレ。トイレ？だったら行けばいいだろう。一人でですか。は？一人でって当たり前。だってお化けとか出たら。おばってお前いくつだよ。そんなお化けなんてな。出た。俺でよかったら付き合うけど。なんだ影野さんすか、びっくりしたっす。いいから早く降りろ。大丈夫すか、何も出ないすか。どうかした。いえ、気のせいみたいっす。出たっすよ。出たって何が。だからお化けが3組の教室に。3組の教室。なんかこうわーって。何言ってるんですか。そんなお化けみたいな非科学的なものがこの世に。確かに誰かいた。誰か大人の人が。でも監督もバトラさんも菅田先生もここにいるし。影山、もしかしたら影山の手下じゃないか。決勝戦前に事故を起こして相手チームが試合に出られないようにするのは影山の手だ。あり得るでやんす。よし行くぞみんな、そいつを捕まえて正体を暴くんだ。おお、夏美さん、いいお願い。分かったわ。あの中だな。うん。諦めろ、逃げても無駄だ。誰もいないわね。逃がしたか。いたぞ、こっちだ。
正体を見せろ。モンスター？なんだ今の音は。お、ビルダさん、上村さん、それに相田さんまで。どうなってんだ。やっぱりお前らだったのか。姿から今日合宿をやると聞いてな。だったらあれを持って行って驚かせてやろうってね。あれ？そう、あれじゃ。何ですかこれ。俺たちが40年前に作った魔神ザハンド妖精マシンだ。え、妖精マシン？そんなもんがあったのか。魔神ザハンドで大切なのはへそと尻の使い方。それをマスターするためにみんなで作ってみたんだ。思い出すな。合宿だって毎晩間の家に集まって。で、完成したんですか？いや、ダメだった。ダメだったんですか。惜しいとこまでは行ったんだがな。ってことはこのマシンを使えばもしかしたら。エンド、あ、早速やってみようぜ。いいですよね監督。これを使っても完成させられる保証はないぞ。はい、いいだろう。右足と左足で交互に丸を踏みながら端まで行くんだ。はい、行くぞエンド。お、え、お、か、かた、完全に錆びついてる。40年前の機械だからな。こういうこともあろうかと。油ね。さすが先生、良い。まあな。これでよしっと。行くぞエンド。おう。おっと。もっと低く。へそに力を入れて。はい。もう一度だ。コンベアの動きより早く、そして障害物をうまく避けて進まないと向こうまで行き着かないぞ。はい、大丈夫か。ちょっと休憩するか。だったら俺たちが回すでやんす。え、お前ら。先輩たちが頑張ってるのに俺たちだけ休んでるなんてできないっす。俺たちにも手伝わせてください。キャプテン、私たちも手伝います。ここまで来たら完成させたいもんね。みんな何やってんだ。俺はこんな仲間がいたのに、魔神ザハンドができないからって一人で焦って。俺は世界一の大バカ者だ。エンドー君、頼むぜみんな。俺絶対完成させてみせるから。ああ、エンドー、エンドー、続けるぞ。はい、と尻を下げてへそに力を入れるんだ。はい、いいぞその調子さ。次のステップだ。
へそと尻に力を入れて。いいな、エンド。さっきの感じを忘れるな。はい。行くぞ。このパワーは体が燃えるみたいだぜ。あ、やったか。うわっ、惜しい。もうちょっとだったのによ。もう一度。はい。稲妻ブレイル、マジンザハンド。もう一度。はい。ああ、やっぱりダメか。くそ、なんでできないんだよ。監督、何かが欠けている。何かはわからないが、根本的な何かが。根本的な何か。やはり魔神座ハンドは大輔さんにしかできない幻の必殺技なのか。え？ってことはいくら特訓しても魔神座ハンドは完成しない。じいちゃんにしかできない幻の必殺技。どうしたのよ。負けちゃったみたいな顔して。まだ試合は始まってもいないのよ。でも相手のシュートが止められないんじゃ。だったら点を取ればいいでしょ。え、点を取る。10点取られれば11点、100点取られれば101点、そうすれば勝てるじゃない。木野先輩の言う通りです。点を取ればいいんですよ。10点取られれば11点、100点取られれば101点。けど、ああ、取ってやろうじゃないか。101点。俺たちもやるぞ。守って守って守り抜く。奴らにシュートは打たせない。俺もやるっすよ。意地でも守ってみせるでやんす。ああ、やろうぜ、エンド。できるさ、俺たちなら。みんなで力を合わせれば。みんな、よし、行くぞ。俺たちの底力見せてやろうぜ。戦える。みんなと一緒なら。監督、いよいよ決勝戦。ユカ、必ず勝ってくる。よし、やるぞ。行ってきます。守る。これ、じいちゃんも。そう、一緒に連れてってあげて。おじいちゃん、フットボールフロンティアの決勝戦行けなかったからさ。母ちゃん、もちろんだぜ。それじゃ、行ってくる。頑張るんだよ、守る。応援してるからね。これは誰もいないぞ。どうなってんだ。はい、そうです。え、どういうことですか。でも今さらそんな。はいはい、わかりました。誰からだ。大会本部から急遽決勝戦の会場が変わったって。変わった？変わったってどこへ？それが。なんだあれ。まさか決勝戦のスタジアムというのは。